マとパパも久しぶりのお休みだったので家族揃ってやってきました。はぁ、下手ね。どれ、こういうのはだな、金魚に対して斜め45度の角度から。やるな。まあね、マモルくん。ゆかちゃん。どうも、いつもうちのゆかがお世話になってます。こんばんは。マモルの父です。あ、母です。こちらこそいつもお世話になって。パパ、私マモルくんとその辺見てきていい？どうぞどうぞ。うちの守るに責任持ってエスコートさせますので。お前が張り切ってどうすんだよ。あら、将来守るのお嫁さんになるかもしれないのよ。大事にしなくっちゃね。まだ早いですよね。まあ行こう、ゆかちゃん。頑張ってね。って何よ。いろいろよ。何よ。守るは全然手がかからなくていいんだけど、ミコってどちらかっていうと不器用っていうか奥手っていうか。だから何。あんたさ、お祭り一緒に行こうって誘ってくれるようなボーイフレンドはいないの。ミコはまだ小学5年生だぞ。ボーイフレンドなんてまだ早い。あら、私にはいたわよ。毎日手紙をしたためて、昨日は桜が咲いたよ、今日はセミが鳴いたよって。結局一度も会うことはなかったけれど。どこに住んでた子。北海道。それって文通って言わない。ママだって奥手だったんじゃない。そういうミークはどうなのよ。いるもん、ボーイフレンドくらい。無理しちゃって。無理じゃないもん。ママもうよそうよ。あれ、あ、たっぺくん。こんばんは。こんばんは。そっか、ミーコにはタッペイ君って子がいたわよね。ボーイフレンド。あれ、ミーコ、ミーコ君。結構いいかもね。ミーコ、本当なのか。おお、どこ行くんだよ。ママたちの目が届かないところまで。わたあめ甘かったね。そうね。どうしたの。ごめん、先に行ってて。ああ、俺がボーイフレンド。だからママが勝手に言ってるだけ。冗談じゃねえよ。あたしだってさ。で、どうすんだよ。適当に一人で見てこかな。別に付き合ってやってもいいぞ。え、勘違いすんなよな。一緒に時間潰してやってもいいってことだからな。分かってるわよ。みほちゃん。みんなと一緒に来たんだけど、はぐれちゃったみたいで。じゃあ、放送かなんかで呼び出してもらえば。もういいの。みんな帰っちゃったかもしれないし。それより、一緒にその辺回らない？俺は、別に構わないけど。私も。ねえ、じゃあ、早速あれやろ。残念。はい、10枚ね。ねえ、タッペイ君、これどうやって食べるの。なんだ、知らねえのかよ。このハケでソースを塗って。ほら。ありがとう。なんだよ。大当たり150枚。おい、お嬢ちゃん、超ラッキーだったな。ありがとう。お前やるじゃん。みほちゃんも少し食べる？いらない。みほちゃん、ソースせんべい嫌いなのかな。お化け屋敷だって。暗闇の中でタッペイ君と。これはチャンスだわ。面白そう、行きましょう。お化け好きじゃない。
そんなに気になるの？え？私よりミーコの方が気になるのね。そんなんじゃねえけど。タッペくん。怖い。こら、お化け！出たらやっつけちゃうかんね！あれだけ驚いてくれると脅かし甲斐があるよな。ほんとほんと。大丈夫だって。もうミーコいつまで時間についてんだよ。もう離れよって。しょうがねえな。谷村大丈夫か？もういい、帰る。なんだ？あ、谷村さん、どうしたの？探したよ。なんで一緒に来なかったんだ？だって…あ、痛いのか？うん。ブカブカだけど、前よりマシだろ。うん、ありがとう。Thank you.